問題1。海外に武器の売るための安全保障技術研究推進制度の予算はいくらつけられていますか？問題2。日本学術会議はどのような声明を出していますか？問題3。武器の見本市のパンフレットに憲法改正がどのように記述がありましたか？今もう一つ6人の先生の話のほかに、その学術会議、日本学術会議の組織の見直しの話も出ています。でこれ菅総理がですね、学術会議自体に官房長官時代からさまざまな懸念を持っていたというような、以前から懸念があるということをおっしゃってます。で私はこの一つの懸念が軍学共同研究の問題ではないかと。軍学共同研究に関して日本学術会議はコメントを出しているわけでありますが、これのことも含まれているんじゃないかというように思っております。少しその点に関して質問していきたいわけでありますが、前の安倍政権の時にはですね、武器輸出三原則が撤廃をされて、防衛装備庁が作られて、この武器をですね、海外にじゃんじゃん売っていくということが推し進められてきているわけでありますが、じゃあ実際にアメリカ政府の方にアメリカ以外の国でですね、防衛装備品で売れた実績はあるのか、ある場合は何をいつどこの国に売ったのか、端的にお答えください。防衛装備庁あやぎ装備政策部長お答えいたします。我が国から米国以外の国に対する完成装備品の移転実績は無症状と除けば、フィリピンへの警戒管制レーダーの移転1件でございまして、これについては本年8月に契約が成立したところでございます。はい、宮川新君。はい、最近1件が売れたとフィリピンにということでありますが、以前ですね、潜水艦がオーストラリアに売れなかったり、 P1 哨戒機がイギリスやニュージーランドに売れなかったりということでですね、なかなか売れなかったわけであります。そういった中で、軍学共同研究を進めて基礎研究、最先端の武器の研究をすることによって、海外にそういった技術が、売っていけるようにということが推し進められてきたわけで、ありますが、そういった中でですね、防衛省の方から、安全保障技術研究推進制度という制度ができて、このものが進んでいるわけでありますが、政府の方に、今年度と来年度の予算額はいくらでしょうか。数字だけお願いします。防衛装備庁堀江技術戦略部長。お答えいたします。令和2年度の予算額は約95億円、令和3年度概算要求額は約102億円でございます。委員長。宮川新君。はい、これ結構な額の予算がついてるわけです。じゃあ、この制度にですね、大学が応募した割合、過去も含めて何パーセント大学が応募してきているか、過去のものも数字だけ教えてください。堀江技術戦略部長。お答えいたします。安全保障技術研究推進制度における大学等の応募の割合は、平成27年度は約 53%、 平成28年度が約 52%、 平成29年度が約 21%、平成30年度が約 16%、 令和元年度が約 9%、 令和2年度は約 8% となっております。委員長。宮川新君。はい、ちょっとこの資料の1にそれちょっとまとめてありまして、少しちょっと数字が違ってるんであれかもしれませんが、資料がついておりますのでご覧ください。でそういった中でですね、3年目からどんどんこう大学の申請件数が減ってるんですね。なんで減ってるかといえば、これがさっき言っていたおそらく菅総理の懸念点だと思うんですけれども、日本学術会議が声明を出した、年から減っていってるわけです。じゃあこの日本学術会議がどういう声明を出しているのかということをちょっと少し紹介をします。日本学術会議は1950年に戦争を目的とする科学研究には絶対に従わない決意の表明を、また1967年には軍事目的のための科学研究は行わない声明を発出した。半世紀を経過し、近年再び軍事と学術とが各方面で接近を見せている。ちょっと飛ばして、2度にわたり声明を出した背景には、
科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じることへの懸念があった。科学者コミュニティが追求すべきは、学術の健全な発展であり、これを通して社会からの負託に応えることであるが、学術の健全な発展への影響について、慎重な検討を要するのは、軍事的な手段による国家の安全保障に関わる分野であると。で、少し飛ばしまして、科学者が自らの研究成果がいかなる目的に使用されるかを全面的に管理することは難しい。研究の出口を管理しきれないことからこそ、まずは入り口において慎重に判断を行うことが求められる。飛ばして、科学者の研究成果は時に科学者の意図を外れて軍事目的に転用され、場合によっては攻撃的な目的にのために使用されうる。大学等の各研究機関は施設情報知的財産等の管理責任を有し、自由な研究環境や教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究については、その適正性について目的方法応用の妥当性の観点から技術的倫理的に審査する制度を設けることが望ましいということが日本学術会議が、言っていることであります。それではですね、政府の方にお聞きしたいんです。ちょっと今日文科省の方から政務官もお願いしてたんですが、ちょっと来れなくなってしまったということで、あれなんですが、令和元年のですね、この安全保障技術研究推進制度、全採択件数と物質材料研究機構が採択した件数だけ教えてください。防衛装備庁の方に、防衛装備庁堀江技術戦略部長。お答えいたします。令和元年度の安全保障技術研究推進制度で採択した全件数は21件、そのうち物質材料研究機構の研究課題、これを採択いたしました件数は5件となっております。委員長、宮川新君、はい、全件数のですね、4分の1はこの物質材料研究機構が採択していると。ちょっと私の感覚からするとすごい数採択しているなというのが私の感覚なんですが、じゃあ全機関においてこの、グラントでですね、物質材料研究機構が、採択された件数、総件数はいくつでしょうか。堀江技術戦略部長。お答えいたします。平成27年度に、スタートした制度でございますが、平成27年度から令和2年に安全保障技術研究推進制度で採択した物質材料研究機構の研究課題の件数、これは分担研究機関としての採択も含めまして18件となっております。委員長、宮川新君、はい、18件ですね、が採択をされていると。まあ、軍事関係の研究に関して物質材料研究機構だけでですね、18研究が行われているということなんですね。これは非常に私は数が多いというふうに思っているわけでありますが、ちょっと今日政務官がいらっしゃらないんで、政府の方に、じゃあ、その日本学術会議がこういう声明を出している中で、この数っていう、今の状況、どのように、文科省は認識していらっしゃいますでしょうか。文部科学省、塩崎大臣官房審議官。お答えいたします。国立研究開発法人における多義性のある科学技術に関する研究につきましては、法人それぞれの組織の目的に即して検討実施されると承知しております。その上で物質材料研究機構におきましては、基礎基盤研究であること、研究成果が同機構に帰属すること、研究成果が公表できることの3基準を満たした場合のみ、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度等に応募できることとし、必要に応じて、同機構内外の有識者の意見も参考として応募の可否について個別具体的に決定しているものと承知しております。委員長、宮川新君、はい、この先ほどの18件というのですけどね、やっぱり多くてですね、ちょっと旗から見るとこの物質材料研究機構がですね、兵器開発の下請けの基礎研究をやっているように見えてしまうわけですね。じゃあこの日本学術会議はちゃんとこういうのを倫理的に大丈夫かどうか、審査をする、あるいは委員会を作る、あるいはガイドラインをちゃんとやるべきだと言ってますが、この研究、18件の研究は、ちゃんとそういった委員会にかけられたり、ガイドラインに沿って
採択されているものなんでしょうか、文科省。塩崎大臣官房審議官。お答えいたします。先ほど答弁いたしましたとおり、物質材料研究機構におきましては、基礎基盤研究であること、それから研究成果がどう機構に帰属すること、研究成果が公表できることの3基準を満たした場合のみ、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度等に応募できることとして、必要に応じて同機構内外の有識者の意見も参考として応募の可否について個別具体的に決定をしているということです。宮川審議君。はい、もう少しちょっと突っ込んでお伺いしたいところなんですが、ちょっと政務官もいないんで、ちょっとこの文科省の話はここで一回やめますが、私はちゃんとやってないと思います。新たに今年になってガイドラインみたいなのを作ったみたいですけど、文科省のいくつかある機関ではガイドラインすら未だにないと、日本学術会議がそういうのを作るべきだと言ってるのにない、機関がいくつもあるというのが私の認識ですから、その今軽い答弁ではなくて、しっかりと作って倫理的にも判断をしていただきたいと思います。資料の2枚目をご覧いただきたいです。ここ経産委員会なんで経産の問題で出しますが、この、安全保障技術研究推進制度に関して出されている研究内容と NEDO が採択している研究内容で非常に近いものがあります。いろいろ調べたんですが、これ2つ例を出させていただきました。典型的なもの、まず1つ目の例、上の例でありますが、防衛省って書いてあるのがその安全保障技術研究推進制度であります。で、これ、酸化ガリウムという材料を使ってデバイスを開発するという内容です。 NEDO のものも赤字で書いてありますが、同じ材料、酸化ガリウムを使ったデバイスの開発、研究のする企業は同じ企業で、研究期間もほぼダブっている。で、契約金額は1億円ぐらい入っているということです。で、これに2つ目の例でありますが、防衛省の方、高強度 CNT、 これカーボンナノチューブでありますが、これを使った材料の開発のようなものをやっていると。 NEDO さん、これ研究課題はちょっとわからない題名ですが、その概要がありまして、やはり CNT、カーボンナノチューブを使った、高強度のなんか材料の開発をすると。で、これ、提出している会社さん、大学は同じであり、期間もダブっていて、契約金額、助成金10億円を超すような金額が出ているということであります。これ、非常に軍事研究と近いものを NEDO がやっているというように思いますが、大臣、こういったことはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。梶山経済産業大臣。NEDO は産業競争力強化等の観点から研究開発プロジェクトの資金を企業、大学、研究機関等に配分する機関であります。軍事的安全保障研究を目的とした研究開発への資金提供は行っていませんが、昨今、先端技術の多くについて、軍事と民生の境界線が曖昧になっております。デュアルユースと言われるものでありますけれども、開発された技術が民生用途以外でも活用されることが、想定をされます。例えばそのドローンなんかもそうですし、さまざまな素材もそうだと思っております。そういったものも含めて NEDO においては実施者に対して輸出管理体制の整備を求めているところでありますし、またしっかりとそういう認識を持った上での技術の漏洩等がないように、安全保障上の観点にも十分に留意してまいりたいと思っております。委員長。宮川新君。はい、これしっかりと審査というかですね、検討しているかということが問題になると思うんですけれども、これ日本学術会議も言ってるわけでですね、ちょっとこれもう一回後ほど、どのぐらいちゃんと審査しているのかというのを お伺いをしたいと思いますが、次にですね、研究ではないんですが、武器のですね、見本市というのが、安倍政権になってから国内で、いくつも行われるように、なっています。で、資料の丸3番目に、ちょっとこのものを出しましたが、例えばマストアジア2017幕張メッセで行われてますが、これ経済産業省が講演をしています。あるいは昨年 DSEI のジャパンというのが、これも幕張メッセでやられていますけれども、これも経済産業省が講演をしております。これしっかりとこれ講演をしていいかどうか、省内で判断をして、これ講演されちゃんと判断して、講演されてるんでしょうか。大臣。梶山経済産業大臣。
先ほども申しましたが、防衛分野では近年 AI やドローン等の技術が急速な発展を遂げておりまして、国際的な防衛装備展示会ではこれらの最先端技術や製品が展示をされております。これもデュアルユースだと思っております。こうした国際展示会については最先端の技術情報や人の交流を促進し、国内の防衛産業のみならず関連産業の基盤の維持強化につながることから、当省の関連規定に基づいて公園名義の使用を承認をしているということであります。なお承認の審査にあたっては、非人道的兵器など国際条約や国内法令に違反するような展示がないか確認を行うこととしております。委員長、宮川真君。はい、まあ、どのぐらいちゃんとチェックされているのかということがもう問題になると思うんですが、これ丸四っていう資料をちょっと付けさせていただきました。これ、行った人がもらえる本なんですが、イベントディレクターからですね、このインタビューっていうのがあるんですね。これ下に書いてあります。近年の日本国憲法の一部改正に伴い、軍備拡大、自衛隊の海外派遣、日本の防衛産業のより積極的な海外展開が可能になったこともあり、日本でこのようなものを開催しますというのがこの中に書かれて配られているわけです。これ大臣、審査して適当なんですか。経済産業省福永大臣官房審議官。ご指摘の件はですね、防衛装備や関連技術の展示等を行うイベントでして、経済産業省名義等の使用に関する規定に基づきまして資料をいただいてますが、公共業または商業の発展に特に寄与すると認めて公園名義の使用を承認したものでございます。さらに、審査においてはこの規定に基づき経済産業省の政策について誤解を生じる恐れがないことも合わせて確認させていただいておりまして、国際条約や国内法令に違反する兵器の展示等を行うイベントには公園名義の使用は承認したいということとしております。はい、公園名義の使用を承認したイベントはこうした兵器を取り扱ったイベントではないため、ということで今回の公園名義公園は適切であると判断したところでございました。委員長、宮川審議官。はい、審査がさっきのネドの方もそうですが、やってるやってると言ってますけれども、ほぼやってないというふうに私は思いますが、これ、まあ、実際には審査の時には分からなかったかもしれませんが、これ出てですね、これ話題になってるわけです。1月か2月にも他の議員が質問してるみたいですが、これちゃんと抗議、経産省抗議されたんでしょうか。これに関して抗議されましたか。福永大臣官房審議官。抗議はしておりません。抗議はしておりません。宮川真君。抗議はしておりません。はい、してないんですね。はい、委員長。はい、やっぱり私はこれどんどんなし崩し的にこれ日本学術会議が懸念をしているわけですね。こう声明を出して、近年ですね、こういった軍事と、まあ、これは学術じゃないかもしれませんけども、各方面で接近を見せていると。だから注意しなきゃいけませんよ。ですから倫理委員会なんかも設けて、ちゃんと一つ一つ丁寧にこれはやるんだ、これはダメだよ、やらなきゃダメですよ。経産省はあまりにもいい加減だと思いますよ、私。それで、例えばですね、遺伝子組み換えの、例えば動物実験、遺伝子組み換えの動物実験であったりとか、人の臨床試験だったりとかですね、まあ、クローンなんかもそうかもしれませんが、こういった分野は、そういった倫理に関する検査っていうのは非常に厳しいわけです。できちっとですね、委員も作って、その中には専門家の先生だけではなくて、あるいは弁護士さんだとか、科学技術的な話でも弁護士さんだとか、あるいはある一定の人数、女性を入れたりとか、そういった倫理委員会を作って、丁寧にこれは大丈夫かどうかっていう判断をしてるわけです。だけども、こういった日本学術会議が指摘をしてるのに、きちっと私は経産省は、そういったことをやってないというふうに思いますが、大臣、やってるならやってると答えてほしいですが、どうでしょうか。梶山経済産業大臣。先ほども申しましたように、承認の審査にあたりましては、非人道的兵器など、国際条約や国内法令に違反するような展示がないか確認を行うこととしておりますということです。そしてこのパンフレットの一字一句までは調査をしてないと思っております。委員長。宮川真君。はい、この武器見本市の方もそうなんですが、研究の方、特に研究の方、ネド、
ネドやあるいは産総研、私は産総研もまだちゃんとしたガイドラインや倫理委員会がないというふうに聞いておりますので、しっかりと産総研やネドやそういったところもこういった軍事に関する研究に関してはチェックをする倫理委員会を作って、どれはいいけどどれはダメだということがちゃんと国民に説明できるように整備してほしいということをお願いをして、時間が来ましたので私の質問といたします。